国境なき医師団を支えてくださる日本の皆様に、活動地から感謝のメッセージをお届けします。皆さんこんにちは、国境なき医師団で働いている看護師の大滝と申します。今私はタンザニアの、難民キャンプで、医療チームリーダーとして働いています。こんにちは、国境なき医師団の森川光代です。私たちのチームはエボラ出血熱から回復したものの、後遺症に苦しむ患者さんのケアや保健医療システムをサポートするために、保健省のスタッフへのトレーニングなどを行っています。2015年、それは私たちの活動が改めて試された年と言えるかもしれません。昨年西アフリカで始まったエボラ出血熱大流行への対応は、今年11月シエラレオネでの収束宣言の後も活動内容を変えながら続いています。4月にはネパールでマグニチュード 7.8 の巨大地震が発生。直ちに日本からも5人のスタッフが赴き、主に山岳地帯に取り残された人々への医療援助を行いました。5月からは地中海で遭難する難民たちの救助を展開。救難医療船3隻を投入し、9月には1日1600人以上の救護を行ったこともあります。中東の紛争は激しさを増す一方です。日本人スタッフも数多く現地に向かい、医療援助を行っています。アフガニスタンでは10月3日に国境なき医師団の病院が爆撃されるという衝撃的な出来事も起こりました。国境なき医師団は事件の真相究明を求めています。2015年、日本から多くの派遣スタッフが活動地へ向かいました。困難に直面しながらも多くの命を救うことができたのは、国境なき医師団に思いを託してくださる皆様のおかげに他なりません。一人一人できることは決して大きくはありませんが、小さな力でも集まれば状況を変える力になると信じます。これからも皆さんの支援を、援助を待つ人たちのために、援助を待つ人たちに届けていきたいと思います。今後ともご支援よろしくお願いいたします。活動を支援していただきますようよろしくお願いします。皆様のご寄付ありがとうございます。とてもありがたく思っています。でもご支援ありがとうございます。ご支援ありがとうございます。今年1年ご支援ありがとうございました。2016年も皆様の思いとともに、国境なき医師団は命の現場に向かいます。